皆さんこんばんは、ポリゴンポリゴン2ポリゴンです。さあ今日はですね、ニカについて、トレクル実装までどれぐらいの期間空くのかなっていうところを考察していこうかなと思ってて、ニカね、皆さん楽しみにしてたと思います。今回ね、9周年でニカ実装されるんじゃないかっていうね予想もあったんだけれども、まあ俺的にはね、アニメがまだ来てないから実装はまだまだ先かなっていうところがあって、まあその通りだったと。で、荒野祭がね、いきなりもうマリンフォードに飛んじゃったと。前夜祭ワノ国、9周年ワノ国、荒野祭マリンフォードっていうね、意味わからん、時系列になっているっていうところでね、なんでなんだろうとは思ってるんだけれども、まあ僕はなりのこの考察としては、こういう理由があるんじゃないかっていうところでね、ちょっと考えてみましたと。まあちょっとアニメとね、やっぱり、トレクルっていうのはリンクしているっていうところが常のところで、今回で言うと9周年の、サンジゾロも、アニメがね、サンジゾロ、放送されるタイミングで、やっぱりフェス限が出てきてるというところもあったんで、まあ、ニカもね、アニメが放送されるタイミングで、実装されるんじゃないかと。で、ちょっとアニメの放送日と、その内容と、まあ、トレクルのイベントっていうのをちょっとリンク付けてみましたよと。まあ、これが表なんだけれども、一応今6月11日、明日だね。明日放送がキット&ロー vs ビッグマム。基本的にアニメ1話とコミック1話って今のところリンクしてます。なので、キット&ロー vs ビッグマムが多分6月11日。これが1回目の戦い。まあ、もう、ま、ずっと戦ってんだけれどもね。多分パンクコルナディオっつってね。キットがね、牛みてえな鉄くずの塊をぶつけて終了すると思うんだよね。俺的には多分荒野祭でキット&ローとか来るんかなと思ってたんだよ、フェスゲン。それがちょっとなかったね。でもね、キット&ローはね、意外とフェスゲンでいないから、どっかのタイミングで絶対に来るとは思うんだよね。まあ、それはちょっと後々お話しするけれども、で、6月18日ね、キット&ロー vs ビッグマムがまだ引き続き、流れると。で、これでダムドパンク打って終了する感じかな。もうビッグマムボロボロです。はい。で、多分その次のね、この週のイベントって多分絆決戦だと思うんだよね。もうこの前やったばっかだけど、みたいなね。そこはあるんだけれども、この前やったばっかなのにトレジャーマップも来てるからさ、多分まあ通常のね流れに戻すんじゃないかなっていうところで、絆決戦のところのフェスゲンがまだね、多分マリンフォード編になるのかな。でもマリンフォード編の絆決戦のキャラでフェスゲンでいいキャラっていうと、白ひげ VS 黒ひげとかも出しちゃったし、シャンクさんのバギーも入れちゃったから、また違うキャラなのかな、もしかしたらね。ちょっとそこら辺の予想はわかんないけれども。で、6月25日ね。キット&ロー VS ビッグマムが決着します。はい。ビッグマムがね、ロジャーを恨めしながら、落ちていく様をね、見れるというところで。ロジャーめ、相手するのは俺らだぞ、みたいなね。それはそうと思いますよ、本当に。死にゆくお前がなんか、海賊のムーブメント起こしてんじゃねえよっていうところはね、まあ、実際海賊やってたら思いますよね。まあ、この段階では多分海賊王への奇跡がね、今のところ空いてるんだよね。これが入ってくるんじゃないかなと思うんだよ。っていうのも、もうあと海賊王への奇跡4日なんだよね、あと残り。でもね、なんか次の海賊王への奇跡の告知とか全然来てないから、何をするんだろうっていうところで、まあトレジャーマップと絆決戦あって海賊王への奇跡って、多分トレジャーマップの習慣ではやらねえんじゃねえかなと。だから海賊王への奇跡ってさ、2時間目収集イベントも兼ねてるわけじゃん。ってなると、また別イベントとして毎週ね、なんかイベントやってっから、それはまた別になるんじゃないかなっていうところで、もこの枠で海賊王への奇跡の新しいのが来るんじゃないかなっていうところかな。はい。で、7月2日がルフィ VS カイドウ、最後のギアフォース宣言をしますと、スネークマンになってね、もう解かねえよっていうわけよ。で、ここが多分超海賊祭が入るんじゃなかいかなーと思うんだよね。今の流れで言うと、絆決戦などに超海賊祭だから、もしかしたら6月25と7月2日は逆かもしれない、イベントとしては。でも海賊王への奇跡はね、どのタイミングでやんのっていうところが、ちょっとなんか月頭の気もすんだよね、海賊王への奇跡って。2時間目の収集イベントって基本的に月頭でやってたからさ。はい。で、アニメ放送日7月9日、次の週でルフィ死にます。CP0 がね、撤回でガチガチに、ギアフォースをね、捉えちゃって、カイドウまたトラウマ呼び起こされて、ルフィを殺してしまいますと。はい、これがね、7月9日かなと思うわけね。で、この段階でもう一回ね、一周してね、イベントがね、トレジャーマップが戻ってくると。でもね、多分、ワノ国編のキャラが実装されるってことは、もしかしたらあるかも。いや、ワノ国戻るかな。俺の大好きな福禄寿はいつフェス限で来るのかなっていうところがあるんだけども。
はい、で7月16日ね、カイドウ鬼ヶ島で勝利宣言って書いてあるんですけども、カイドウね、ルフィ殺してウキウキです。もう俺には敵はいねえぞと、裏切り者にはもうすごい奴隷になってもらえからねーっつってね、カイドウ鬼ヶ島で暴れまくりますが、ゾウ登場によってね、モモの助にね、おいジョイボーイがなんか帰ってきそうだよーっつってね、そしたらなんかドッドッドンみたいなね心臓の音になってルフィがニカって笑って終わると、 To be continue ね。はい、もうものすごく見えてます。それは To be continue っすよ。はい、でここで1043話ね、ここで多分絆決戦もう一回戻ると。ですげえいいタイミングでね、次の週ね27時間テレビでね一周開くわけよ。つまり、ニカになるっていうアニメでやっと見れるっていうところで、次の週まで待たされます。いい具合だよねすっごいいい感じのあのじらし具合。で7月30日にやっとニカ登場と、多分ね、もしかしたらニカ登場までに総集編挟むかもしれない。つまり27時間テレビも総集編するかもしれないっていうところはあるよね。まあ、ゾロで総集編挟んでたよね確かね。はい、総集編挟むと8月6日になるのかな、ニカ登場は。まあそこの段階で、多分超フェス限来ます。はい、これで超フェス限やと思います。もう一回ね、ワノ国に戻ってくると思うんだよね。で多分8月頭ぐらいの超フェス限だと全然理にかなってるっていうか、前年度が確かフィルムレッドが公開されて歌実装されたのって8月頭じゃなかったっけ。なので、この段階でね、もう一回超フェス限のイベントが来るのも全然トレクルの運営的にはありっていうか、だから多分この8月の頭でニカが多分超フェス限で来ると。でこのタイミングでね、多分トレクルのイベントとしても海賊公園の奇跡っていうのが、やると。これもね、なんかいい感じじゃない今回の海賊公園の奇跡もね、ルフィ&ヤマト実装されたタイミングでね、ロジャーが来てて、あったというところもあって、超フェス限ニカで海賊公園の奇跡っていうのも、まあ、全然あり得るのかなっていうところはあるよね。で、おそらくなんだけれども、ニカ実装が、もしかしたら、2段目とかになるかも。で、1段目の超フェス限は、意外とキット&ローみたいな。今回でいう超フェス限が3時で、もう一つのフェス限がクイーンだったように、キット&ローが超フェス限で、ビッグマムが、あ、でもビッグマムの超フェス限って今一体もいないよな、そういえば。どっかのタイミングでね、超フェス限ビッグマムはね、来ると思うから、ここで超フェス限キット&ローと、超フェス限ビッグマムが来るかもね。その次の時に、超フェス限のニカと超フェス限のカイドウが来るみたいな、それが綺麗な形かも。まあどっちみちね、多分8月頭に超スゴフェスがねやると思うんで、それまでにね虹の宝石を貯めましょうよっていうタラタンの歓喜動画なんですよこれはね。はい、9周年でね多分虹の宝石枯渇した人いっぱいいると思うんだけれども、2ヶ月だいたい空くので、こっから。まあ、2ヶ月空いたらね、1ヶ月でね、多分200個ぐらいは貯めれるんで、今俺ね、300個ぐらいももう虹の宝石溜まってんのよ。つまり、そこから200、200で700個ぐらい貯めれると。はい。で、俺はね、もうこの2回、1回ぐらい挟んでくるトレジャーマップだとか絆決戦っていうのはね、新しくキャラ実装するでしょうけれども、引きません。貯めます。だってそこにもうニカが来るから、あと2ヶ月後にニカが来るっていう確信があるので、俺は貯めましょうと思ってます。皆さんもねこのスケジュール感を見てね、自分の虹の宝石の具合を確かめながらね、ガチャ引くかどうか考えてくださいね。で多分ニカでものすごい課金させようとしてくると思うから、多分渋ってくると思うんだよ確率を。だから絶対にね、あの貯めといた方がいいと思う運営的にも、もう2課登場までのこのクソみたいなイベント、まあ、クソっていう言い方は良くないけれども、ステイイベントと俺は呼んでるんだけれども、今回のマリンフォードもそうじゃん。あんなもんステイイベントですよ。誰が魅力あって、誰が引きたいってなるみたいな、シャンクサンドバギー。まあまあ、ちょっとジャンプでね、シャンクサンドバギー熱かったから、ちょっとそういう萌え要素がすごい好きな人は引くかもしれないけれども、まあ基本的に引かないよ。だから多分捨ててると思うんだよね。8月のこの2課登場で多分回収しようって目論んでると思うから、わざわざね乗っかる意味もないんでね、ここの段階でちょっと貯めていきましょうよって感じでいきたいと思います。はい、これがね僕なりのちょっと2課実装までのスケジュール感というか、そんな感じでした。はい、参考になりましたらね、チャンネル登録とね高評価の方お願いします。さようなら、バイバイ。よー